こちら、金ロハジロって言います。えっと、まあ、ハジロって言いますけど、カモの仲間になります。で、あの、覚え方なんですけれども、あの、僕らは結構ね。目玉が金色で、羽が黒くて、羽が白いとか。あの、頭のところがね、ちょっと頭巾みたいになってるんで。頭巾の、あの、体が黒くて、羽が白いっていう、大体そんなような感じで、よくね。教えられたりとかしています。お腹の脇のところが白い子。 ね、この子オスですで、えー、とメスの子になると、えー、全体的にねもうちょっと黒みが強くてこの白い部分も黒っぽく見えますのでそれで見分けがつくかなと思います2枚貝のみとかを、ね、この辺ではよく潜ってて食べていますお腹の中でねこの貝同士を潰して、まあ、中身を消化して食べるっていうような感じの食べ方みたいなんですけども。 はい、あのこのね距離がいっぱいいるところっていうのは実は貝がいっぱいいるところなんだなというような感じでイメージできるかなと思います。